はい、どうも皆さん、こんばんは、おじいです。本日はこちら、間引きというゲームをね、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思っております。いやー、来ましたね。えー、リボンゲームズ様の最新作ですね。えー、僕自身はですね、えー、っと、もう一つの方のチャンネルで、えー、巨頭っていうね、 えー、ゲームとか、頭のでっかい、あの、頭に手と足が生えた、あ手と足生えてたっけ、えー、巨頭っていうゲームとかね。あと、こっちの OG のチャンネルでは、貯水槽っていうゲームをね、遊ばせていただいておりますね。うん。そちらの、えー、リボンゲームズ様の、えー、最新作でございます。昨日のね、23時、夜11時にリリースされて、えー、すぐにやりたかったんだけど、どうしてもね、あのー、多分 朝になるなと思って <laughs>、えー。今日まで我慢しました。偉い。僕偉い。というわけで、えっ、ー、と、やっていきたいんですけども、ちょっとね、画面暗いよね。少し明るくしましょうか。僕の方の画面は変わんないけど、ちょっとあのー、皆様が見てる方の画面ね、えー、そっちをちょっと、 明るくしましまょうかどんぐらいだろうねこれ明るすぎるかなあんまり明るすぎてもね楽しくないと思うのでこんぐらい明るくすれば見やすいかなうんうん。よし というわけで、えー、やっていきたいと思います。えっ、ー、とね、今、実は、のこのオープニングというか、ゲームの BGM の方では、BGM というか音楽流れてないので、ちょっとあの僕の方で足してます。これ一回消しますね。ほい。今こんな感じ。<laughs> 無音です。ええー、無音でございます。あ、かおちゃんいらっしゃい。ゆうちゃんいらっしゃい。おるおるいらっしゃい。ありがとう。こんばんは、じゅじゅいらっしゃい。 じゃあ、早速楽しんでいきたいと思います。エンディングリストってあるんだけどね。えっ、ー、と、エンディング3つくらいあるらしいんだよね。だから全部見れたらいいよね。設定はね、あんまり触れるとこないな。マウス感度ちょっと上げとこうかな。んなもんでいいでしょう。じゃあ行きましょう。レッツプレイ !8 目カンラ。 リボンゲームスのゲームで遊んでいただきありがとうございます。本作は実際にあった事件や事故とは一切関係ございません。本作の中で使われている表現は特定の対象を差別したに加害者と断定する意図はございません。乳幼児が事故に巻き込まれる描写やネット上の誹謗中傷、自殺の描写、あ青と言っちゃった、えー、描写がございます。うーん、つらい。 本作を実況プレイなどで配信していただく場合は配信の概要欄に配信販売ページの URL をご記載いただきますようお願い申し上げます。あ、僕、リンク貼ってないかもしれない。えー、後で貼ります。すいません。忘れてましたね。あ、電車来た。行かなきゃ。ミカさんですね。うん、うん、全然動けないな。あ、動けた。ちょっとマウスー、おっと。 <laughs> トイレかなあ、なんか、手のマーク出るね。見れないけど、セルフモザイクがかかっておりますね。あ、素晴らしい。流れましたね。<laughs> こんな感じなんだ。トイレからスタートなんだね。あれ出れないけどな。どうしたらいいんだトイレから出れません、私ん んどうか触ったりできるわけでもない。んなんだんあ出れたかなトイレですねー。なんかねーちょっとあなんだこれ。お手のマーク出るけど触れないですねー。あーまあまあ駅のトイレだ。んなんだなんかいっぱい出るないろんなところに。 かえるとこだよね。おむつだ今は使う必要がないよね。そうだね。あっちは男子トイレかな。行ってみたいけどね。まあ行かんときましょうか。おっと人がいっぱいいるね。電車を待ってんだね。みんな見えてるよしょ。ぼねだいぶ画面が暗いから人を見をたりはできないかな。まったく。なんでそんなに。中年男性この人すっごい不機嫌そう。 何にそんなに切れてんだろうほんとだね。まあ、おっさんっていうのは切れる生き物ですからね。うん、基本的に。おっさんっていうのは切れる生き物なんですよ。だから、まあ、普通です、切れてるのが。あのー、気が短いんだよね、おっさんっていうのは。なんでか知んないけど、年を重ねていくと、えー、年を重ねていくと、えー、不機嫌になるんですよ。ええー、どういうことまあ、いいでしょう。 全く。なんでそんなに。この人、なんかずっと同じこと言ってんな。なんだ何に怒ってんだ、こいつ。えっと、だあれ何ゴそゴそしてるんだろう。うわ、不気味だね。ゴそゴそしてるね。ゴそゴそ。うん、ゴそゴそ、ゴそゴそしてるかな <laughs> ダンスかな怪しいね、トイレ前で。やめて。不気味ですね。 よかった、私はおっさんじゃないらしい <laughs> そうねあの短期じゃない人はおっさんじゃないです大丈夫です非常ボタンだ押すあ押せないうんーと向こうあ向こう行けないここ見えない壁がありますね AT フィールド電車乗っちゃっていいのかなうん視界が視点が映せないねあっあんかちゃん泣いてるー 何おーいって言われた。何だえおいあんたさっきから黙ってたが電車の中ではベビーカーをたためよう。ああこれなんかよく聞くよねこういう話。なんかね混んでるときにはベビーカーたたんで乗るのが当たり前だろうみたいな。これ聞くけど僕実際にこれ言ってる人見たことないけどね。マナーがなってないよ。 それにこんな通勤帯の時間に乗っちゃダメでしょ。マナーはどうか知らんけど、あのー、通勤帯の時間に乗っちゃダメなことはないでしょ。公共の電車だからね。うん。え、すいません。ああ、僕じゃなかったんだね。ああ、そうか、僕トイレが出てきたもんね。子連れの女性。すいませんが、子供泣いてるんだったら降りてくれませんかね。ちょっと声がうるさすぎて。しかめっ面の青年。え、こんなこと言うこんな現場見たことあるみんな。 いや、噂では聞いたことあるよ。なんか、こういうこと言ってる、ネットのね、SNS とか見たことあるけど。あーはい、すいません。すいません。す、すぐにおりますので、もう、な、ねえ、もう何これ。早くごりなさい。周りが迷惑して、お前らの方が迷惑だろう。本当に。くたびれたおじさん、疲れてんだがなんだか知んねえけど、お前らの隣声の方が迷惑だろうって。 すいません何あれ怖っ。関わらないでおこうあーまあこれが普通だよね関わらないでおこうが普通だよね普通なんだけどちょっとあれだね胸焼け気味ですあらいきなり文章が来たね母子は追い立てられるように降りていく私は車内の何とも言えない空気に耐えられずじっと下を見つめ続けた。 電車の扉が閉まりゆっくりと発車し出すときふと視線を上げると窓の向こうに大きく口を開き絶叫するさっきの母親が見えた。え母親が絶叫してた私は何もすることができなかった電車が急停止して線路に落ちていた赤ちゃんが救急隊に運ばれるまで私は何も知らなかったのだ。 あの女性が逃げるように慌てて下車する際にホームと車体の隙間に赤ちゃんを落としてしまっていたことあの電車が走り出したときにあの赤ちゃんが線路にいたことを私は何も知らない私は何も知らない SNS 上ではこの事件についての投稿がしばらく止まらなかったなぜ母親は助けを呼ばなかったのかなぜ母親は緊急停止ボタンを押さなかったのかなぜ男性たちはあんなに母親に怒鳴りつけたのか車内の様子を撮影していた人がいたらしくあの時の様子を収めた動画があっという間に拡散されたそう 私のせいいじゃないよねそう自分自身に聞かせとく「おい早い!」「マークレーン世界平和を祈り続けて」「小さな赤ちゃんの泣き声であそこまで怒鳴れるなんて異常だわ」「あのおじさんまる障子の部長さんらしいから本社に電話しといた」「特定早深淵に見つめ返されし者」「名前がやばい」 俺でもあんなうるさいの嫌だわ。あの男性はみんなが言いづらいことを代弁してくれたりすぎないよ。電車は公共の場所なんだから母親が静かにさせるべきだった。心臓破りの大ちゃん。破れろ。おじさんともう一人の若い子。顔まで晒されちゃってかわいそう。おじさんの方は会社まで特製されちゃってるし、もう人生終わったな。お前もな。ストライプの秋空。 あの電車降りるおじさん。うん、すごい名前ついてる。通勤中に見たことある。それとあの若い男性も。おじさんの方はいろいろ特定されてたよね。若い方もすぐに特定されると思うよ。すぐ近くに働いてるから。バークレーン世界派はさっき言ったな。電車降りろ事件の若い子の方の勤務先知ってる人言った方がいいよ。あの親子は命をなくしてしまったのに、あのまま何の罰も受けずに逃げた人たちは乗ってきてるのは納得できない。深淵に見つめかね、もういい。子供は不良の事故かもしれないけど、あの母親は自分で勝手に飛び込んだ,んだよな。なんで電車降りろ側の人たちが責任取る必要があるんだよ。う ああもう読めなかった。ふぃそれからほどなくして私は当時交際していた男性と結婚して子供もすぐに授かることができたもうなんかさこういうニュースを見ると子供をさ連れて出かけられなくなっちゃうよね本当にでもこういうの聞くよね実際おリンゴを食べまくったあとがあるねうんうん 食べかじったとか。あ、あいい家だね。うん、いいえうん、うん。影怖ー。みんな見て、影怖ーこれ。こ、これ影怖ー。<laughs> 影が異様に怖い人。え、ちょっと待って。この人あの影に目とかが映ってるってことは後頭部ねえよな。透けてるよね。うん。 なんかヒステリックグラマーとかでこういうね、デザインありましたよね赤ちゃんがいるんだねどこ行ったんだでもなんかこういうのうわーえらい汚れてるよああるねこういうマットねうーんこうくっつけて使うマットねはいはい資格勉強を進める時間を捻出しなきゃ資格取るんだえらいねそろそろパソコン買い替えたいなわかるー 僕も買い替えたいあなにすっごい足音するんだけど怖あ寝てるやーんあーお顔みたいのに影があー寝てるねこのリボンゲームズさんのゲームってねあのー、お顔がね特徴的だよね静かにね息を立てている今日は3時間でいいからまとまった時間で寝てくれますようにあー見た目結構大きいけど 本当に赤ちゃんなんだねじゃあその間に資格勉強を進めなきゃキャリアを取りこぼしてしまううんなんかさっきのあの電車の話の時にちょっと僕言いたいことあったんやけど忘れてしもた授乳用の下着だ高かったけど働き始めると疲れて母乳が出づらくなって今はあまり使っていないああ授乳用の下着うん 授乳用の下着ってあるんだねああ、そうかあのブラを外す怖い影が影が怖いあのブラを外すパターンあのパチってこうおっぱいポロンって出せれるやつだね多分ん3級明け前に切られるか試さないぞ。産後太りで入らないかもなどこで鳴ってるあこれか会社からだちゃんと出なきゃちゃんと出なきゃちゃんと出ないことあんの はい。これ何て読むのよちぎせちぎよちぎわかんないな。よちぎです。もしもし、お疲れ様です。えっと、よちぎさん、今お時間大丈夫ですかん今ダメです。赤ちゃん泣いてるから。切りますね。こっちの方が大丈夫ですよ。ちょっと後ろで子供が泣いてて、すいません。え、すいません。もう一度いいですかお前ちゃんと聞こえてるやろ、ポケカス。大丈夫です。ああ、はい。育休明けの部署についてお話ししたかったんですが、 部署旦那様も単身赴任に行かれている最中とのことでやはり今までの部署だとよちぎさんとお子さんにご負担になると思うんですよねへえー、会社でそんなこと考えてくれんのすごいねでも僕資格取ろうって頑張ろうとしてたんだよねいえ全然大丈夫ですよ保育所も認可外ですが見つかったし認可外なんだそこって病児保育ってやつ何どんどん言ってる。 壁ドン壁ドンされてるまあいっか男そこって病児保育ってやつないんですよねえっと発熱時にも預けられるっていうやつあーそういうのがあるんだそれ知らんかったなそれだと風邪が流行る時期とかにやっぱり在宅が増えると思うのでリモート作業できる最適な部署があるって部長があーなるほどだから 赤ちゃんのあれだよね熱が出たとかで帰らなきゃいけない迎えに行かなきゃいけないってなった時に仕事を休んじゃうことになるからとか相対しないといけなくなっちゃうからそれだったらもうお家でできるリモート作業ができる、えー、お仕事の方がいいんじゃないですかってことだよねすごく譲歩してくれてると思うけどねそうですかわかりましたそそれじゃあ失礼しますあすごい言いづらそうだね同僚もね

ベビーなんちゃらイエローを思い出すよね。あの黄色の赤ちゃんのやつね。<laughs> はい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 。ミルク今もいらないみたい。いらないの、そうなの、まあ、いらんときはいらんよね。これあの、文字読んだら動かなくなる。うーん、これじゃないか。これじゃないみたい。うんちょっと時間が、ラグがかかるね。っていうことは、やっぱりおむつとかがあるのかこれかこれだな。いっぱい入ってんな。おむつかな。 まあ可愛い,いおむつすごいゲーム制作者さん赤ちゃんおられるんかなめちゃくちゃおむつやなすげえマジおむつだなおむつはまだ汚れてないみたいだあ汚れてないんだじゃなんだろうね機嫌悪いのかなうんこれじゃないかそっかお散歩するか抱っこしてね ちょっと気分転換にもいいんじゃないってことは、黄昏がれ泣きかな。公園でしばらく時間をつぶそう。黄昏がれ泣きって、お隣さんにも迷惑だしね。なるほど。あだ,だから壁の押されてんのか。黄昏がれ泣き。赤ちゃんが発熱や体調に異常がない中で、1日に数時間激しく泣き、それが1週間に数日以上ある場合、黄昏がれ泣き。コリック等の現象だと考えられる。 おむつを変えたり授乳したりあやしたりしても泣き止まない場合もあり、その他の様々な対処法が試行錯誤されている。赤ちゃんの5人に1人に起こるとされているが、成長とともに落ち着いていき、生後数ヶ月で見られなくなる傾向がある。これは赤ちゃんを育てられたことがある方は、あれだね、あのご存知かもしれないね。僕、この黄昏なきっていう言い方は知らんかったけど、僕はあのコリックって聞いたことがありますね。うん あの生後2週間から3週間ぐらいとかに、えー、ぐっと出てきちゃったりするんだよねあの3時間ぐらい連続で泣き続けたりとかうーんそうねだひどい時とかは本当何ヶ月も続いたりとか大体はもうその、えー、3ヶ月目とか6ヶ月ぐらい半年ぐらい、まあ、半年ってえぐいけどねきつすぎるけどね それが毎日になると、まあ、そういうのが続いてどんどんマシになっていくとは言われてるんだけどなんで起こるのかとかもはっきりした理由ってわからないんだってなんかそうだね遺産、えー、が逆流してきて気持ち悪くなってるとか赤ちゃんって吐き戻しとかするでしょうなんかそのやっぱり消化器官がそんなに未熟だからそういうので気持ち悪くなったりとかして うーん気持ち悪いよ、イ、え、エーつって泣いてるとかね、なんかいろんな理由があるそうです。今日はどれぐらい歩いたら寝てくれるかなこれね、いやあのー、赤ちゃんとか好きよ、僕も。好きなんだけど、やっぱこれが毎日とかになると大変だよね、すーごい場所だな、これ。<laughs> 夕方なんだねうん。夕方に赤ちゃん泣いてて壁止されたんたまらんねそんなこと。 まだまだ眠る気配はなさそう。うんそっか。もうちょっと歩くか。ここ、なんだ、公園だな。あ、人がいるね。そこにもいるんだよな。ん手が出た。んお願い、そろそろ寝てちょうだい。これ大変だね。自分の睡眠時間も取れないもんね。この子、喋れないんだけど。 ちっちゃい赤ちゃんだ。知らない子供。足もムニムニでかわいいね。<laughs> お前の方がかわいいで。<laughs> 足もムニムニでかわいいねっていう言い方がかわいいやん。子供に悪はないな。やっぱり。あ,あそこ穴のライトつれたっけあのおっさんがいて、あら、動ける。あ、動けるわ。少し眠そうにしてる。あ、よかった。よかったね。 もう抱っこするだけでも大変だもんね。まあ、これこのおっさん見たらわかるけど、これ多分夏やろうから、夏にあのー、ね、もうあれみたいなもんですよ。えっ、ー、と、なんていうの、熱つあんかっていうか、北海道っていうかね、うん、ずっと抱っこしてるようなもんだから、そのあったかいものをね。<laughs> おい、どつくぞ。うるさい、座っているおじいさん。え うるさいんだよ。ここはみんなの公園だぞ。静かにさせる。みんなの公園なんだからいいでしょうよ。ちょっと泣いてるくらい。すみません。わ、まあ、かるよ。うるさいなとか思うのは。わかるけど。これどこ行けばいいんだろうな。とりあえず赤ちゃんが寝るまで。おなんかいるな。あ、これみんなには見えてる僕ちょっと画面くらいから見えないんだけど、誰かいるわ。 海を眺める、あ、じゃ池を眺めるおばあさん。あんなに怒ることないのにね。本当ですよ。言ったってください、おばあちゃん。本当に。私が子供の頃、戦争の頃は赤ん坊を泣かさないようにみんな必死だった。待って。おばあちゃんいくつ <laughs> これ一体いつのゲームえー、おばあちゃん何歳ゴの中で、もうゴーの中って言い方よ。 防空壕ね多分大人の男たちが次々に母親に怒号を浴びせて、ああ、そうか、でも、あそうか、それも聞いたことあるわ。なんか防空壕の中に隠れてるじゃん。アメリカ軍のね、まあアメリカ軍って言っていいのか分かんないけど、その敵と思われる人たちが攻めてくるからさ、防空壕の中に、ね、人たちは隠れて、息を潜めてさ、その事の成り行きを待ってるわけですよ。そこで赤ちゃんが泣いちゃってさ、 声が出ちゃゃうじゃんだから、ばれちゃうから、敵に。だから、それをね、えーと、黙らせるために、母親ごと外に追い出したりとか、あのーまあ、それこそちょっとね、殺しちゃったりとか、その、泣きやませようと思って、布をぐって、ね、その周りの目とか、周りが怒ってくるからさ、お母さんも怖くなっちゃって、赤ちゃんの口をぐって布で押さえて、そのまま殺しちゃったとかいう話も聞いたことあります、なんかね。あうん、本で読んだことがある。 あの母親が我が子を手にかけるまでどれぐらい迷う時間があったかね。あの母親がどういうことだろうね。もう戦争終わったんだよ。赤ん坊の鳴き声ぐらい元気に響かせてやりなさい。ありがとうございます、おばあちゃん。やっぱり女性って強いよね。やっぱ自分も体験してるからだろうね。素晴らしいよね。さっきからおっさんばっかだもんな、文句言ってんの。おっさんとか。 なんか、あの、しみたれたお兄ちゃったなんか忘れたけど。男ばっかじゃんね、文句言ってんの。おい、どうしたいんだ、ほんで。<laughs> おい、子供、聞いたばあちゃんの話。お前、女の子か男の子かわからんけど。ちっちゃい赤ちゃんで足もムリムリで可愛いね。いや、お前のが可愛いよ。ほんとに。あんなおばあちゃんみたいになるんやね。これ、滑りたいか。なるほど。 見えねえねんだよな <laughs> これは光の方になんだなんかあるなバイクあるサビサビの放置されているバイクがある鍵は刺さっていないあこれってさえごめん絶対ゲームと関係ない話あゲームと関係ないっていうかえこれ関係あるんかな あの、巨頭で出てきたバイクだよね。最後、逃げる時の。えちょっとわかんない方はぜひね、あの、あ、また巨頭アップします。<laughs> うん。えー、すげえ。なんか根係あんのかなお？僕、どこに行けいいんだろう泣いてい間は家に帰らないでおこう。また隣から壁ドンされちゃう。あま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 あ。あのー、 そう、壁ドンはね実際にさお隣ももしかしたら寝かかってる赤ちゃんがいる家のやつとかもあるからさその何とも言えんけどせちがらい世の中だよね、まあ、確かにゲーム実況とかやってて壁ドンされるっていうのもよく聞くじゃんなんかねうっせえから。 まあでも、うっせえもんは、まあ確かにね。迷惑だからさ。それは仕方ない。あのこれじゃいけねえな。エイティフィールド。やっと寝たみたい。これで家に帰れる。あ、よかったね。お母さん大変だ。この SNS がやっぱ関連してくんのかな。今回はね。時代だね。 お騒がせネットニュース。秘宝、電車降りろおじさんで一躍有名となったまる商事の営業部部長、N だ52歳。あの駅で首、おえーあ、そう。電車降りろ事件のもう一人の当事者、慶沢もあの駅で行く。亡くなった星4のるいか。うわー せめて生きて罪を償うべきだったと思いますが、ご冥福をお祈りいたします。僕ね、あの、こういうのを言う人もあんま好きじゃないんだ、実は。うん。当事者男性2人の勤務先とか個人情報を晒しまくって社会的制裁を加えてよく冥福を祈れるのはどっちが加害者だよ。お前もなうん、お前もだよ。 防駅での連続する不可解な自殺は間違いなく2年前に亡くなった母子の霊が引き起こしているなぜなら自殺したのは2年前の事件の加害者ともいえる人物たちだからこれでこの呪いの連鎖は終わるのかあの人亡くなったんだ自分が働いてる駅であんな事件を起こしてよくやるなあのー、思ってたけどあのー、ねっ美香さんのコメントが読めない保育園の見学久しぶりの外出だから疲れたなーあーそうか保育園見学行ってたんだね まあ、電車早いね。楽しいね。まあまあ。でしょ。電車は早いんだよ。すごいよね。これを作った人間って本当すごいよね。翔くん、電車の中ではしーね、うん。まあそうだね。それは言う。ねえねえ、まだ降りないのもうすぐまあ子供にしたら暇だもんね、電車ってね。お願い。本当に静かに。そうそうだ。 ママと小さい声でしりとりしよっか。わ優しいよ、母さん。うん、しりとりする。じゃあ、リンゴ、うーんゴリラうん、ラッパ、パンダ、ダチョウ、うんこ、ゴリラ、ゴリラ、ラーはねー、わかるかなうるさいな。 母親ならガキは静かにさせろよ。また言ってる。すぐに。すぐにそういうことを言う。どうせ男性でしょ男性だ。男玉だ,だ。あ、すいません。謝る必要ねえんだって。まあ、うるせえのは、そうか。まあ、まあ、一回謝っとこうか、そこはね。う,ん、うるせえと思われたんだもんね。そり仕方ない。かと言ってだよ、かと言って。 お前も子供の時あったやろつって。お前も子供の時静かあったんかい言って。どうせそうやつってハゲてるから、ハゲなどもパチッしたったらいいけどね。ずっと暗転してるね。<laughs> ずっと暗転してんだけど。何バグったあ、あ、クリックしたら戻りました。僕のクリック待ちやったみたい。ごめんなさい。 しょうくん到着するまでこれ見よっかああスマホかなうんそんなもんばっか見せて育児をサボって僕ちゃんかわいそうにねうっせえババーだっとげハゲしょうくんスマホちょっとお休みしてじっとして待っとこうねえー 退屈だー。まだかなー。まだかなー。翔くん、いい加減にして。電車では静かに座ってなきゃいけないの。まあでも確かにそうだね。静かに座っとかなきゃいけないけど、ちょっと言い方きつそうだな、これ。うえ、えー、ほら泣いたー。<laughs> 余計うるさになるね、これね。ああ、最近の母親はダメだな、子供泣かせて。 虐待すんなよいやお前の子供もな泣いてたし多分奥さんは怒ってたと思うでうんこんなところに子供連れてくるからだよ子供かわいそぞ私なら連れてこないいやいやお前もガキだからなうん若い女性こんなところにいて電車乗るやろ逆にちょっと電車楽しい時期もあるやろこんなところにいてどんなところにやねん で、こんなところにお前は乗ってんのかちょっと腹立ってきたな。翔くん、一旦降りようね。ほらもう、一旦降りようってか、もうクッソめんどくさいことさせる。この状況、あのお母さん、すごく焦ってるだろうな。もし自分だったらどうすればいいんだろう。ああ、自分が逆の立場だったらってことね。 いや、思うよね、でも。でも、今、こうやって、よそから、なんか、なんちゃかんちゃ、ごちゃ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 言ってる人たちは、もし、自分だったらを考えれない人たちなんだよね。で、実は、そっちの方が多かったりするんだよね。自分だったらっていうのね。そこが怖いんだよ。えっと、近くで秋川の保育所は、 アームストロング保育園って書いてあるなん？じゃあアーノルドストロングだったわこの一箇所だけここから二駅先かあ、惚れてるあらがわいいあれ動けないあれ動けねえな幼児保育もないかな子供が発熱したらすぐ早退だな大変だね保育園もね少ないって言うもんね もし退職したら夢だったキャリアが叶わない頑張るしかない他のお母さんたちも頑張ってるしねうんまあ頑張ってはいるだろうけどねこの「頑張らないと」とか「誰かと比べる」っていうのがすごく自分を追い詰めていくって聞くよね。うんいや僕は男性だからさどうしてもこうねあのだよねって言い切れないところがどうしてもあるんだけどそういうお話もよく聞きますよね。 うん、まあでもストレス大変だなさてと SNS で SNS で育児情報の収集もしなきゃなまだ見るんだそれで育児情報収集できんのでこの画面さっきから何とも言ってなかったけどめちゃくちゃ怖えんだけど <laughs> この画面桂沢の母ああの電車で 啓様と呼ばれている者の,の母です。まず息子のせいで事故に遭われた方や、そのご遺族にこの場でも深くお詫びを申し上げます。また皆様ご存知の通り、息子もあの世を旅立ちました。それで罪を償えたとは思っておりません。えー、息子は幼い頃から聴覚過敏の特性を持っており、人混みなどではなるべくイヤホンをつけておりました。あの日イヤホンをなくしてしまって、あのような対応を取ってしまったのだと思います。あー そんなのは免罪符にならないことも分かっています。ですが、もう息子はこのようにおりません。私と弟でご遺族の方へ一生かけて償いを行ってまいりますので、どうかもうそっとしてはやっていただけませんでしょうか、どうかお願いいたします。うちの息子も、ちか、聴覚過敏の特性を持っています。あの肉まん屋さん、閉店する前に一回かければよかったな。聴覚過敏ってなんだよそんなやつうろつくなよ。お,お前、ほんとに。 こんな狭い世界にいろんな人がぎゅっと詰まって住んでるから揉めるんだな住み分けとか無理だし。私も周囲に迷惑かけたくないけど、こずれたとどうやっても迷惑をかけてしまう。うーん 聴覚過敏特定の音などを過敏に感じ取り苦痛を感じる特性を指す苦手な音は個人によって様々であり他者から理解を得られづらい幼児期は特性に沿ってサポートする機関が多く存在するが成長に伴って学校生活や会社の中で配慮されることは少なくなり成人後に悩みを抱える当事者が多い。 本作ではストーリーの進行上、聴覚過敏の方がお子様に否定的な態度をとる表現がありますが、実際にはひたすら我慢されているので、そのような行動に出られる方はほとんどいらっしゃいません。それぐらいの辛さを抱える方もいるという演出としてご理解ください。うわ、制作者さんもね、まあ、すごく、うん、繊細な部分だから、まあ、こういう注釈を入れてくださってるんだと思います。そうだね。あの、さっき、だから赤ちゃんに、あの、もう降りろよって。 お母さんに言ってた若者だよね。うん。で本当はイヤホンして、その。過敏になってる聴覚を抑えるような。あものをつけてるんだけど。多分あの時はたまたまなかったんだね。うん。まさ、いらっしゃありがとう。今日の晩ご飯はケーキです。うん。人肉入ってるかな。<laughs> あ。ミカさんパターンだよ。<カ>よしよし、どうしたの。泣かないね。 こんなに泣いてどうしたんだろう家まであと2駅だけど、どうしようどうしようってさ、えー、電車を降りますか降りひんやろえー、これでも降りひんは降りひんで、また、お母さんの精神的に追い詰められるのかな美香さんの。えー、どうしよう僕は絶対降りないけどね。うーん。何を言われようが降りないけどね。僕はね。ただ、 女の人一人で赤ちゃん抱っこしてってなったら、一回泣き止むまで降りようかってなるかな。確かに。まあ、降りてみますか。今回ちょっといで行ってみます。嫌だけどね。降りたくないけどね、僕は。何か臭い気がする。おもつかなあ、おもつか。ああ、駅だね。あの、 最初にあとトイレのとこだねここだねおむつかえようねうんちだったかーそっかそっかはいはい気持ち悪かったね今お尻きなんか聞こえたえみんな聞こえたうーんうーんって言ったよねこわ匂いかいてる うんちが気持ち悪くて泣いてたんだね。よかったよかった。え様子を見に行きますかえはい。えここかこれかまさかの。あの、何かお手伝いしましょうか下から覗きますか えままなんか体調壊してたらあかんもんね覗いてみようか怖いんだけど誰かいるいないよね誰もいないこわ帰ろう。 そうだねあよかったアンカちゃんいなくなってたらどうしようかと思ったんだけどおーお前後頭部てかかったあなにこの画面変えろうなんで後ろ向き気持ちが後ろ向きだからあやっぱり聞こえるうーんって聞こえるオカルト大好きカメラマンうん へ撮影に行ってまいりました当事者2人が自殺をした場所は大変あまた読んじゃった薄暗く,なくなそこだけ何か気温や温湿度が違ったように感じましたおそらくあの場所で彼らも今もなおさまよっているのでしょうなぜ助けてくれなかったの 姉は同じ車両に乗り合わせた人へも恨みを募らせています。あの日なぜ助けなかったのかと。この呪いの連鎖を止める術はないのでしょうか。次の犠牲者が出る前に。心臓破りの大ちゃん。僕も過去にこの事件で投稿しちゃってたけど、もう本当にやめた方がいいよ。深淵に見つめ返されし者。後からそんな風に手のひら返すなら何も情報がないうちから抽傷しなきゃいいのに。うん。まあそうなんだけどね。 俺は後から手のひら返さないから、そういう意味じゃねえんだよな。手のひら返さないから言っちゃ言ってもいいみたいな、え、そういう信念でもなんでもないからね。次の犠牲ってまさか。そうだね、ミカさんも居合わせてたんだよねあの場所に。うん？何？動けない。こんなに熱がたるなんて。 熱が出るなんてここ最近機嫌悪かったのはカずねオチョうだったのかなどうしようかな泣きやむかなちょっと待ってね文字がね消えるまで動けないの大丈夫か名前もわからんけどこれじゃないかどうしようこれじゃないかどうしようっつって置くんだよね <laughs> もうダックしときゃよくないんなんかある これは、授乳用の下着ってやつか。ミルク飲んでも入っちゃうよなぁ。うわ、ゴミがいっぱい置いてある。ゴミ捨てられへんくなってんのかなミルク一応あげようか。ミルクさすがに飲まんと思うけどなこれじゃないか。どうしよう。 熱が出てるんやったらどうしたらいいんだろうな熱さまシートこれ何あカーテンかああおむつも一応変えいてみようかあおむつだおむつかなー赤ちゃんこれだったかよかった 体調良くななって3日後の職場復帰に間に間合えばいいなそうか職場復帰もあるんだもんね大変すぎるね見つけたこれ SNS よね見つけたもクソもそれ世界中の人が見てるよね次はお前だ誰お前のお前は誰のこと 霊が意思を持って SNS に投稿しているなんて今までいなかったあの事件の車両に乗り合わせた方は早急にお花いに行ってくださいぶち殺すよ本駅は現在大変危険な状態です恨みを募らせた母子の霊が事件が起きた車両に乗り合わせた乗客を次々に呪い殺しています今まで僕が訪れたどの心霊スポットよりも強い冷気を感じますあの事件の動画で車両に乗ってた人たち今もあの駅利用しててあこの人ってすぐに分かっちゃったほとんど女性だったよね 心霊とかアホくさまあ同じ車両に乗ってたやつらも有罪だよなあの行為がひどいってのなら何で見てるだけで助けなかったんだよいじめを見てふり見て見ぬふりしてるようなやつらと一緒だろお前もな SNS へ投稿しますかえ何を投稿すんのじゃあ投稿します助けてって私だけは助けてって言う他は知らんけどっつってこんなの間違ってる んこんなのほっとけない。間違ってることはきちんと訂正しないと。なに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 急に、急に、背景がすごい。え、すごい着信。保育園からだ。もしかして、見バレせっかく今日から出勤できるかと思ったのに、また熱がぶり返すなんて。うーんー、まあ、こればっかりはどうしようもないよね。泣き止むまで一度電車を降りた方がいいな。 うーんそうだね電車ないでしんどくなってるパターンもあるもんねわかんないけど次の駅はまたあの駅かあの何この画面こういうさお迎えとか行ったりするのもさもうなんか。 うーわービビったー。今電車の隙間にいたな。何何この手ん。この手はなんだ。なんだ。あ、なんだ今の。あれあやしてる間に私寝ちゃってた。そんなことある？まああるよね。 疲れちゃってたんだろうね。ここ数日の看病疲れかな。早く家に帰らなきゃ。旦那さんはどこにいったんだろうね。終電もないよね。一家かの出なきゃ。あそんなに寝てた赤ちゃんもおあれん赤ちゃんこしてるいないね赤ちゃんどこしてるいった おち代は今は使え、そうだね。あ、これも触れないですね。ん単身赴任って言ってたあ、ほんとそうか、単身赴任か、そりゃ大変だね。そうか、いや、あの、お迎え行ったりとかするのもさ、なんか女性が絶対にしなあかんみたいな。なに<の>何 ビビッと今あっ線路にいる人があの人何であんなろにすいませんこの辺りで子供のおもちゃが落ちているのを見かけませんでしたえ青い音のなるクマのぬいぐるみなんですがどこを探しても一部しか見つからなくてえっ、ー、こは一部しかみ見てないですそれよりそこ危ないですよ 駅員さんに行って探してもらった方が。どこ行ったのかなあれがないとこの子泣き止まなくってっていうか電車来てるよね。あ、あの電車来てますよ。早くこっちに上がって。泣いたままだと電車に乗れない。早く見つけなきゃ。こちらの声が聞こえていないようだ。早く非常ボタン押さなければ押しましょう。ちょっと早く。動けねえんだよ、これ。この文字が出てないな。よし。あれ。 どうしても反応しない私もそうとしたのでも間に合わなくってとっさに大きな声を出すこともできなくてせめてこの子のお気に入りのおもちゃを見つけてあげたくてあの飛び降りたお母さんの話してる あのさ動けないんだけどなんでえあ赤ちゃんいるよかったこれしかできないんだけどうわびっくりしたビビ あーあ秋の人まさかあの時の思わず逃げてしまったけどずっとここにいるわけにもいかないしなんとか改札まで行けば改札ね改札まで逃げるパターンこれどこ今踏んであトイレかいすぐトイレ行く改札ってどこにあるんだろう何もないよね 消灯待って。何も見えねえ。あ、なに懐中電灯持ってたのあ、携帯のライトとかかななにこれなんだろうぬいぐるみの一部のようなものが落ちてる。あー、ぬいぐるみの部品集めていくパターンなる。うわ、ピチョンって言うんだけどなにわ。うわー、これ大変そうやな。探索パートか、こっから。 なるほどぬいぐるみを見つけてあのお母さんのその何気持ちを沈める的な感じなんか急にホラゲ感出てきたんやさっきまであのめっちゃ胸くそ系やなと思ってたんやけど急にホラゲになったね。でこのよくわからない蛇行運転どうですか なんかこのゲームでも優しくてね、いけないところは壁があっていけないので、いけるってことはなんかあるんだなぁ。行き止まりだねーなんか後ろ振り返るの怖えわ、ここ。怖いね急だ、<laughs> あそこなんか光ってんなぁ。これは上に行けってことか今僕、ぬいぐるみの何拾ったんだろう手かな 胴体やったんかな何の部分拾ったかもよく見えなかったんだけど。くれ痴漢あかん関西弁きたね痴漢あかん飽きまへん人面剣君が夏、君がいた夏を忘れない人面剣 !2024 年リリース。なんだろうリボンゲームズさんの最新作なのでしょうかね。 これ広いぞ。お結構広いぞ。なんか触れるぞ。ショッピング横丁。おシャッターの隙間を通りますかちょ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 ュチュ、待て待っ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 て。ちょちょちょ待っ待て。ふふ。怖いやん、そんなん。それ多分まだ後の方の話じゃない先にここら辺にも絶対に。あ、れ刺さった。出れるじゃないこれ。 観察出ますかうわどうしようちょっと待ってぬいぐるみ探したいなどうせなら僕どっから来たっけえー、っとこっちから来てこうだよなあ違うなこう来たかそうだねこう来たねってことはこっち行ってないねこれは触れない あー、そういえばでもゲームのサムネさ、シャッターの隙間からなんか人が見てるようなサムネだったね。サムネっていうかね。なるほど。これ右と左にあるな。シャッターの隙間通るやつ。これさっき見たやつかなうえこれ登ってきたとこだよね。 え、違うかなんかたまに手のマーク出るんだけどこれ何に対して出てるああったぬ、ね、いぐるみの一部のようなものうんーこれどこだろう 何個集めるかもわかんねえんだよな。さっき見たのこれだな。一番最初に見たやつ。で今一周してきたんだ。やっぱりシャッターの隙間通らないとダメだね。これは。行くか。あんてことはこっち側のホームも行けんのか。客のホームだね。客のホーム行ったことないもんね。今までいたのはあっちね。ってことはこっち絶対なんかあるじゃん。 たぶん,んね,多分ねみんなが見ている画面よりも暗いんです僕の画面があのマジで目の前ぐらいしか見えてないすごい気遣いだなこれほっなに なんか聞こえるなうん、なんか近づいてきてない立ち入り禁止めっちゃ聞こえんだけど、うん、なんだ君は、ここは男子トイレだぞ、ちゃんと表示を見ろまったく、最近の子連れはどうしようもないな俺の子供の心は、子供の頃は父が厳しくしつけてくれたんだ 人様に迷惑をかけて生き入るなってな。間違ったことをすれば、そりゃあ殴られた。もんさ。それなのになんでなんだ。なぜ俺が非難されなきゃならないんだ。間違ってるのは周りの子連れだろう。俺は殴ったわけでもないのに、なぜみんな子供を甘やかすんだ。俺はあんなにも殴られたのに。ああ、中年の男の人ってあの？あの人かその亡くなった方か。 いや、自分の時はそうかもしれんけど、それを人に強要したらあかんやろ。青か。ただそのロープの音は嫌だなぁ。首をつってって書いてたもんね。確か死因がね。それを見に来ただけか、ここは。見に来ただけというか。見に来たんだね。 なるほどそういう謎解き要素も、まあ謎が解けてくるところもあるのね。えー、っと、こっちだな。これちょっと頭の中にマップ作っとかないとわからなくなりそうだな。ちょっとあのー、さっきの入ってきてあそこに改札があるんだけど、あの明るいとこね。左のシャッターいきます。はい。うわ、きも。あこういうレンガ調の床ってあるよね。 あるある。京阪のなんか、ハンバーグ屋さんみたいなとこ、こんな床やったわ。<laughs> うん。京阪京橋駅のね、えー、ハンバーグ屋さん。ちょっとやってるゲームがホラーゲームやから、あんまり印象良くないかもしれんけど、美味しいハンバーグ屋さんね。うん。こういう床でしたよ。 これ僕もあの、アホみたいにガンガン進んでるけど縁かななんも、<laughs> ここ触れるし、なんか声聞こえたな。<laughs> わぁ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 。わぁわぁわ,わホラーゲームだ。わぁ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 、こっから何今の今なんかパーンってなったよね。 これだけ今の何おっ開いたキーって言ったと思ったんだ、今。開いたよ。いざなわれてる。おいら、いざなわれてるよ。ここは通れないね。いや、あのー、普通に喋ってるけど、めっちゃゾクゾクしてるから、今。ゾックゾクしてるで。うーい、あー、じゃあ、しまったんかと思った。 これはなんもねえんだな。うん。でも前に行くしかねえな。待って。なんかいる。消えた。今ここになんかいたね。ちゃんと見えなかったよ。みんなごめんね。清掃カートの中に何か入っている。なんだろう、ぬいぐるみの一部のようなものが落ちている。ああ、これで拾えたああ。 これ僕今もう何個見つけたん ?1、2、3、3つぐらい大体分離するとしたら5等分かな頭、胴体、右手、右足、左手、左足。あ、6個か。そうなると。すごい分割を言ったけど。ホラーゲーム脳だね。あれここも空いてない 僕来たのって。こっちだった。こっちだったよね。このシャッターくぐってきたよね。ここ空いてないなんか。こんな空いてた。もともと空いてたんか。僕は気づいてないだけか。ぽいな。うーん。うん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 ,ん,ん,ん。なんか引きずってるようなお。お、今いたな、なんか。向こうに行ったな。 見えたみんな影っぽいのがいたんだよねうわこわあでも行くことできないねうわっこれ戻んのいややんこうなってきたらでももうほかに触れるとこねえんだよなーえ行くよもう いくよすっごい風吹いてる突風すぎやしませんかこここんな明るかったっけあ触れねえわこーわもう行くからね誰か知らんけどえー、はい じゃあ、反対側のシャッター行きますね。もう改札も通れるしね。ぬいぐるみが全部揃ったみたいなこと言ってくれる。うっせえな、風。地下鉄でこんな風吹いてたらあかんやろ。大嵐やろ。お、新しい床だな。つい床を見てしまうな。マダニ書店。名前。 まあ、名前に害はないから。文句を言うとこでもないんだけど。うーん、こっちはいけないね。暗いね、ここ。めちゃくちゃ暗いな。あのー、全貌がわかんねえな。広さというか、奥行きが。途中でぬいぐるみとかあってもわかんねえぞ、これ。なんかいるな。 なんか聞こえたな、今。完全に僕の声とかぶったけど。あ、横にいるわ。ケースの横。で、ぬいぐるみあった。でも、こんなに探したのに頭が見当たらない。怖もう改札に向かおう。今ね、ここになんかいたんだよね。この中に。もう触れないけど。きちょっと。 若い男の声。わあ、やめて。帰ってよ。店は閉店してるんだよ。そう。もうずっと閉店してる。父ちゃんも母ちゃんもずっと店にも来ない。店の前には毎日誰だかわからない奴らが大騒ぎしてる。母ちゃん、ごめん。俺が悪いんだ。俺がこんな、こんな奴だったから、あのー、 多分だけどあの聴覚過敏の方だよね多分その事件があった後の話だよねうーん家特定されてだから店は閉店してるって言ってるのかつらえっ胸くそなんだけどかなり胸くそなんだけど とはいえほんとにみんなも気をつけてねあのひ人ごとじゃないからねこういうのってほんとに怖いから自分が思ってもないようなことで人って傷つくしね自分もそうだけどね我慢しないでね改札出ますかはい出たほうがいいって言ってたよねさっきね頭ないけどどっかにあんのかなもしかして頭 こロこロなってるえなにこれえバックルームスここどこえ本当にここどこあなんだこれなんだこれあなんか後ろ真っ黒すっげぇ音するんだけどうーキモーなにこれちょっとコミカルに聞こえるな 音なんだけどちょ,ちょっとコミカルに聞こえてね。<laughs> 何あぬい、ね、ぐるみとこれはお母さんかえな真っ暗なんだけどもうやめてーもうもうやだー怖いー <laughs> どっちあ、こっちか。もうやだーなーにわたくないーちょっと待ってこれ。 ほんとになんも見えねえわみんな見えてんのみんなも見えてないだろうねここまで来なかったら僕、道も見えてねえわでもねなんか光ってるあ赤ちゃん泣いてるん野良猫どっちあなにちょっと僕、見る画面間違えてない上の方になんか映ってるけど下向いちゃったんあそこなんかあるよね ベビーベッドかこれうん待って誰かいるなにえと女とありがとうそれずっと探していたんですああクマのぬいぐるみかこれ そう、この子のお気に入りのぬいぐるみでそれがないとなかなか寝つけなくってこれでやっと寝かしつけがうまくいくわなんかあのー、ごめんねすっげえ悲しいマシーンであれなんだけど寝かしつけで使っている何かってあるよねみんなねうちのあのー、えっとめいっこになるのかめいっこはねあのー。 もう何年も何年も使ってるも。もう7年ぐらい使ってるタオルケットがないと寝ないんですよ。<laughs> うん7年じゃない ?6 年、うん、?6 年使ってるタオルケットがないと寝れないっていう。あらかわいいね。男の子かな今何ヶ月ああ、ミカちゃんの方か。ミカちゃんって。ミカさんの方ね。えっと、今10ヶ月です。そうなんだ。じゃあうちの子と一緒ぐらいだね。 名前はなんていうのはるきって言うんですえっと、お名前はゆうトっていうの人に優しくして優しくされる人生を送って欲しくてつけたのもうえー泣く <laughs> 本当にそっかいいお名前だねありがとうそれじゃあ私たちそろそろ行くねまたねまたねうんさよなら 何もうお金と大好きカメラマン腹立つんだけどすみません今まで幽霊になりきって投稿していたのはすべて僕ですぶっ殺すほんとに僕の撮った写真をたくさんの人に見てもらえたのが嬉しくてもっと盛り上がってもらおうと思って投稿し続けてました SNS の闇 今は死者を冒涜する行為だったと反省しております。ご遺族の方へも事情を説明して謝罪し許していただきました。深淵に見つめ返され、神身、神身編。もっと続けて欲しかったな。雑幽霊投稿。今後は二度とこのような投稿はしません。幽霊なんてもう撮影しません。映ったことないし、アカウントも消します。もっと呪いが広がればよかったのに、残念。この、深淵に見つめ返されし者がね、 すすごい言いやすい言やね深淵に見つめ返されし者ってちょっとみんな口に出してみてあすごいなんか滑舌がよくて気持ちがいいから深淵に見つめ返されし者はさ今これひどい扱いになってるやだじゃんひどい人の扱いになってるでしょうこれはほんと誰でもなり得ることだからね、うん、若れを告げるとその母子は私の目の前ですっと消えていった優しいこい色の子守歌ももう聞こえない辺りは静寂に包まれていた 身の危険が去ったのだと感じると脱力感からしばらくその場を動けなかった。あの星はきっと安らかに眠れる場所に行ったのだろう。 それからももうあそこに母子はいないのに SNS ではいろんな人が匿名で面白半分の噂を投稿し続けていたすすり泣く声が聞こえたとかホームの向こうからこっちをにらみつけていたとかそんなわけがない彼女は睨ん,んでいる相手を探すためにあそこをさまよっていたのではなかった最後まで子供のために亡くしたぬいぐるみを探していたのだ次々に同情者が亡くなるという呪いもきっとそのものはなかったみんな生きている人間の誹謗中傷によって殺されただけだみんな信じたいものしか信じないから呪いという存在を固く信じたのだ呪いが存在すれば自分は悪くなかったと思うがねそう。 皆さんご存知ですかこちらリボンゲームズさんテロップが速くて有名です。終わったそうだねいろいろ思わせられたねあの何、ー、ていうの何でもかんでもさこう自分が悪かったって認めたくないじゃん人間ってさ僕もだけど自分が悪かったって思いたくないでしょだって嫌な気持ちになるでしょ だからその呪いとかを理由にして自分が悪くないようにしちゃうっていうことだよねエンディングリスト見てみましょうエンドマン多くの犠牲これがエンドワンでしたねまあ多分通常行くパターンなのかなでさっき今気づいたんだけど続きかなってあんのよこれもしかしたらあの分岐のとこ戻してくれるのかもしれないねめちゃくちゃありがたいじゃん 見てみようかせっかくだからね。スヌーピーのシリーズに出てくるライナスが毛布手放さないよね。ライナスってどの子だっけどんな子だっけえ調べていいごめん。全然今ゲーム中やのに。ライナスってどんな子めっちゃ気になる。ライナス。うーんわかった。あライナスね。はい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 。オッケー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 ,オッケー,オッケー。 えーチャーリー・ブラウンの親友なんだね。うん、ルーシー・ヴァンペルトの弟なんだって。<laughs> また新しい人出てきてもた。調べたら新しい人出てくるパターンのやつ。一生終わらへんやつね。じゃあやっていきましょう。続きから。えーとさっきの人はまさかあの時の。これどこだ 思わず逃げてしまったけど、ずっとここにいるわけにもいかないし、なんとか改札まで行けば、あー、んー、んそうか。改札に行くとこか。なるほど。あー、ってことは、ぬいぐるみを集めずに改札くぐり抜けるパターンかな、これは。パターン的に言うの。そうだね。さっきはぬいぐるみを集めて、えー、っと、クリアしたら、 人間ありがとうっつてて来てくれたんんだもんねこれは1個もらっとこうか、うん。これ一応フラグ立てといてこのピチョン何なんだろう怖いんだけど。えー、っとこのまま改札抜けちゃおうか。だからね。行ってないとこないよね。僕ほとんど行ったよね多分。ちょっと道が暗くてもしかしたらあのこういう。 ね、筋道とか見えてなかったかもしれないけど多分いけてると思うなじゃあこのまんまあー改札抜けようと思われますえー、あはいといいえもう一個ぐらい選択肢あったよねどっかであーあシャッターくぐりますかだけだっけまあいいか出ようか ん一緒かなでもぬいぐるみ持ってないから絶対にパターンは変わるはずだよねあれちょっと違うぞここどこさっきは前に道あったよねなんかあるぞなんだこれんあん ベビーカーかベビーカーで前行けなくなってるさっき前行けたよねあれ後ろじゃあいや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 真っ暗なんだけどんあなんか聞こえるおあれなんか開いたなんかガサガサーつってしたねん 道ができてる。なんだえ、ちょっと待って、ちょっと待って。道塞がってるー。戻れませーん。なんだここ。なんかすげえ血みどろなんだけど。か、なにわー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 わわわわわわあわわわわわあかあかわわあかん,かん,かんあかん あかん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 ちょっと顔、顔表現もうちょっと考えてあげて。おお、行き止まりだ。赤ちゃんか。ちょっと真っ暗で何も見えねえんだけど。来てるよね。来てるよな。来てるな。えこれマジで道が見えねえんだけど。うわ、もう,もう来てるじゃん。えあ、こっち逃げれる。あ、こっち逃げれるわ。ほおー、偶然逃げれた。<laughs> うわ、近い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 ,近い。 ちょ、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 ちょ急にこんな、何逃げる系のゲームになったけど、今度は。わー、怖ーい。え、待てよ。これ、どうしたらいいんだこれ、捕まった方が正解なのかどっちだちょっと赤ちゃんが出てきた方向に行ってみようか。まあ、赤ちゃんが出てきたって赤ちゃんじゃないけど、あれ。化け物だけど。こっから出てきたんだよね、今ね。先が見えねえんだよな。これ、後ろ向きの明るいとこ見ながら行こうか。 あ,あ、行き止まりだあやべえ行き止まりだあー一回当たってみっかどうなるか分かんないけどちゅすいませんあのすいませんき犬さんだちゅしちゃったあれ もうここ閉めちゃいますんで、すいませんが出ていただけますか。え、なに急な終わり方。お金と大好きカメラマン。あ、さっきと一緒だね。すいません、今まで幽霊になりきって投稿していたのはすべて僕です。はいはい。いや、でもね、あのー、基本的にさ、まあ、腹立つこともあるし、ムカつくこともあるし、それを SNS でね、言うっていうことは、まあ、あると思うんだよ、人間だから。 あの定義に腹立つみたいなもうでも当事者だけでいいわ <laughs> かるあの全然関係ない人たちも「あー私もそういうのありました」みたいなを言えば言うほどさどんどん広がっていってさよくわからない正義感を振りかざす人がさあのその場所を特定したりあの そのヒーローだと思ってやっちゃったりとかもするわけじゃん。逆に、あのいや、そんなことするなんて考えられませんみたいな、SNS 投稿した人を攻撃する人もいたりするじゃんあの。はっきり言って関係ねえからさ、他の人たちは。ね、えまあでも、それをつぶやけんのも SNS か。なんとも言えんな。まあ、僕は触れません、ああいうのに関しては。 駅員さんに促されて駅から出るとああ話変わってる駅前なのに辺りは人通りもなく静まり帰っていたもう時刻は深夜になっていたようだタクシーを呼んでやっと家路に着く気がつくといつの間にか息子は寝息を立ててぐすりと寝ついていたよかったね 今なら私も一時の睡眠をとることができる。しかし、ついさっきの体験を思い出すと、あの女に見られているような気配を感じたり、誰かの息遣いが聞こえたような気がして、自宅に到着するまで一睡もすることはできなかった。それからもその感覚は消えずに、日常の中で、あの瞬間の恐怖がたびたび蘇ることとなる。私の脳裏に焼き付いた恐怖は言えずに、あの駅を使って通勤することも難しくなり、仕事を辞めざるを得なくなってしまった。ア 職を失い自宅に引きこもりながら、あの時のことを何度も何度も思い出す。あれは夜泣きからの予測によって見ていた幻覚なのか、それとも、やはりあの駅で亡くなった母子の霊が他の乗客たちと同様に、私を道連れにしようと現れたのだろうか。母子の呪いは今も私の命を狙って、暗闇からこちらを見つめているのではないだろうか。そんなことを考え怯えながら、常に家中の照明をつけたまま、外出もせず鬱屈した生活を送っている。生活、生活を送っている。こんなはずでは、あの時私に一体何ができたのだろうか。 あの時私にうん、まあ、そういう公開的なものってあるよねなんであの時声かけられへんかったんやろとかねなんであの時電車譲らんかったんやろとかそういうのってさ日常的にあるよねお騒がせネットニュースきた貿易の事件の同乗者また自殺うんごめん読んじゃった SNS 上で特定されて誹謗中傷を受けていたことが原因かまたじゃん呪い本当にあるじゃん ペケペケじゃん。ペケペケマルタンな横のあれ、ペケペケマルだね、確かに。心臓破りの大ちゃん。幽霊の投稿はオカルトカメラマンの著作自演だってこないだバレてたのにどうなってんだ本当に幽霊いるの幽霊いるかいないかなんてどうでもいいだろ。ちょっと会おうただけで簡単に犬口だけ出すやつなんだけ出すなんて面白い思ってあれ、バクともみんな足に、お前、本当に。お前な。でもね。 こういう子もさ SNS ではこんなこと言えるけど現実世界ではまあ現実世界って SNS も現実世界だからね架空じゃないからねなんだけどえっと、日常生活を送ってる時はすごいおとなしい子だったり真面目な子だったりするパターンもあるじゃん分かんないよねどういう人が言ってんのかでもしもあの時っていうのが出てきためちゃくちゃありがてえエンディングリストエンドに解けない呪いうーんなるほど エンド1、多くの犠牲っていうエンドで、こうバッドエンドっぽい感じだよね。あの、今のなんか化け物みたいなのが出てきたりとかしてたから。うーん、まあ、でもどっちもバッドエンドか。これのトゥルーってないよね。トゥルーじゃないな。ハッピーエンドってないよね。このパターンで。誰かが、やっぱり何か起こっているわけだからね。じゃあ、もしもあの時言ってみましょうか。これめっちゃありがたいな。 あ、電車来た、行かなきゃ。ほんっとー、これはー、お違うのかん来たー、一番最初のやつ。あ、一番最初に戻ったあー、自分で考えて、もしもあの時ってやつ。えっ、ー、と、洗濯とか変えるってことかななるほど。一応流しようとこうね。日曜っていうか流さないとダメだよね。 ええと、ここは相変わらず触れないんだね。あ、いたね、これ。あ、あ、あ、待って。今なんか出たな。このおじさんなんか怒ってたおじさんだよね。まったくなんでそんなに。この人すっごく不機嫌そう。どうしたのかなこっちは足を痛め、痛めてるって、<laughs> 痛めてる。もう滑舌がむちゃくちゃ。 こっちは足を痛めてるってのに若いのが席を譲るのがマナーってもんじゃないのがうーんと若くなくてもだねうん若くなくても足を痛めてる人がいるんなら席を譲るのがマナーでしょうねその言い方がもうね根本が間違えてんだよねうんでそんなこと思ってたんだこのおじさん最初こんなに聞けなかったよねでここ椅子空いてるよ座れば 一人分空いてるし大丈夫でしょうあのね、そう、流行的なもんを気にしてたとしても。一人分空けとけよ、別に。この人喋れないんだな、顔色悪ー。あでもそれで怒ってたんだ、この人ね。うんなるほど。どこ行ったんだなんでないんだよ。あこの人喋れんかった人だよね。なんかあの、ごそごそしてるって言ってた。 人だよねやばいあれがないとあのすいませんこの辺にイヤホンみたいなの落ちてるの見なかったですかあええちょっと待ってこれ聴覚過敏の人か聴覚過敏の人って覚え方もあれだけどね失礼だけど えっと、すいません。見てないです。そうですか。ありがとうございます。あ、落としたんだ。ちょっと待って。これかこれかこれかこれ絶対探してあげないと。さっきの人が落としたのはこれかも。これ、一番最初絶対このうち喋れなかったよね。ああ、だからその辺からもう話変わってんだ。もしもあの時、になってんだ。あの、これもしかして探されてたものですか え、ああ、そうそう、これを探してました。本当にありがとうございます。いいえ。さっきうっかり落としちゃって、いつもこれつけて電車乗るので。ああ、よかった、よかった。そういうことかー。ああ、じゃあ、この方はもう、その赤ちゃんの泣き声でイライラすることもないかもしれないね。で、この人が中年のおっさんが、もしかして何な、なんとか少子のおっさん。あ、伊藤さんいらっしゃい、こんばんは。あ、ありがとうございます。来てくださったんですね。ありがとうございます。 いらっしゃい。もうでもね、エンディング2つ見ちゃって、もうこれラストのエンディングなんですよね。もしよかったらアーカイブも見てください。<laughs> これなんだろう、次。非常ボタンだ。これ、音なんないんだよね。この人は声かけれない。待って、えっと、聴覚 のの方のイヤホンを探したなってくるとあのおっさんだよな電車乗っていいのかな赤ちゃんが泣くのは一緒だね<う>出たまた多いだすぐおっさん多いっていうえくたびれたおじさんあそうそうくたびれたおじさんおい あんたさっきから黙ってたか電車の中ではベビーカーを畳めよう。お前な、赤ちゃん抱っこしながらベビーカー畳むのどんだけ大変か知らんやろ。マナーがなんてないよ。マナーってどういう意味か言ってごらん。横文字じゃなくて、日本語で。それにこんな通勤帯の時間に乗っちゃダメでしょ。乗っていいんだよ。え、すいません。あ、あ、あ、ミカさんがなんか言ってる。 あの、もしよかったら、こちらのお席に座ってください。なんだ君は。私一度おりますので、どうぞ。どうも。ああすごいこれであのおじさんも、変な感じにならない状態で終わったありがとうございます。助けていただいて、ベビーカーまで運んでいただいて。あで、この、女の人もあれだよね。その、 電車の事故に巻き込まれたたっっていうかなった人だよね全員救うパターンのやつか大丈夫ですよ赤ちゃん抱っこしながら畳んだベビーカー持てないですよねほら同じこと言ってる他にも荷物もあるしあの何かお礼をそんなの全然いいですよそれより赤ちゃんがきっとびっくりしちゃって泣いちゃっただけなんで大丈夫ですこの子このぬいぐるみのオルゴールを聞くと落ち着くんですああほらぬいぐるみの このまま焼き投げなき、やんだら、また電車に乗って帰ります。本当にありがとうございました。では、ああ、よかった。よかった。ああ、終わった。あ、ツルーエンドっぽいね、この感じ。ああ、よかったー。なるほど。そうなってくると、もうあのー、ね、おじさんも、えー、っとー、 見バレしたりとか、なんか特定されたりすることもないでしょで、あのお兄さんも怒らず終わった。で、女の人も無事。赤ちゃんも無事。わーよかったじゃん。まあでも、あれなんだよね。これ今触れ合ってる人たちが無事だっただっけで、ね。 実際もっと裏ではねとか見えないところでは大変な人たちもいっぱいいるわけでサンキューファブレイングやこちらこそありがとうございますめっちゃ楽しかったですいやだからそう思うとさ一概にそのじゃあこれが幸せなエンドなのかって言われるとわかんないんだけどもまあただ えっと、ここのエンディング来るまでに、えー、最初に見てみた、このエンディング1、2で救えなかった人、救えなかったっていうか僕は何もしてないんだけどね。うんまあ、助けれなかった人たちを助けれたということですね。トゥルーってなってますね。もしもあの日。よかった。うん。なんかここの空白気になるね。<laughs> <laughs> エンド3つしかないっていうお話なので、多分大丈夫だと思うんですけど。 もしかしたら今後なんかね、あるかもしれないですね。アップデートとかで。ミカさんがママになって電車降りる、降りないってやつは分岐にならなかったんだね。あー、どうなんだろうね。あの、そうだね。戻ることはできなかったよね。そうだね。時間的にあれなんで、ちょっとあの、見れなかったとこ見に行ってみようか。分岐。 するような感じねそうね、ミカさんがそうだよね、降りる、降りないってやつ、僕降りたくなかったから、あれ降りない選んでみていいちょっとそこまで一回行ってみようかな。ん、初めかな。ごめんね、もうここからはあの僕の自己満足なので、あの全然気にしないでください。あ、電車来た、行かなきゃ。えっ、ー、と、通常ルート で、で選んいいいけばいいのか、どう選んでいけばいいのかなだから今選んで選んでなかったやつの方ばっかり選んでいけばいいんだよねえー、っと何すればいいんだろうなじゃああっってん画めんかたまった。 んなんだ画面が固まったぞ。あれこれはバグかもしれません。画面が固まりました。えー。戻るかなあ戻れたー。<laughs> よかった。うーん。画面がぐーんって固まっちゃったね。 トイレ詰まった。ほんとだね。トイレ詰まったかも。ね、これ多分最初の段階だと全部聞けないんだね。うん。ただただ、あの、機嫌悪そうだな、だけだったんだね。うん。何こそこそしてるんだろう。ここに落ちてんだ。あ、取れないわ。あ、何これだけだ。何これだけ。なるほど。非常ベルも押せない。 おいお,おいおいちょっと似てないおいこれパンパン飛ばしますよなにあれこうわ えーっと、この次どうなるんだっけ結婚をして子供ができたになるんだっけそうだね。あ、そうか。そうか、そうか。追い立てられて、ここちょっと向かい見とこうか。私は車内の何とも言えない空気に耐えられず、じっと下を見つめ続けた。電車の扉が閉まり、ゆっくりと発車しだすとき、ふと視線を上げると窓の向こうに、大きくお口をふら気づけをするさっきの母親が見えた。ゆっくりと発車しだすときだもんね。 うん、電車が急停止して線路に落ちていた赤ちゃんが救急隊に運ばれるまで私は何も知らなかったのだ。引かれてたんやろうな、でも。あの女性が逃げるように慌てて下車する際にホームと下の隙間に赤ちゃんを落としてしまっていたこと。あの男電車が電車が走り出した時にあの赤ちゃんが線路にいたこと。私は何も知らない、私は何も知らない。うん、緊急停止ボタンを押したけど、 動かんかったし、ならんかったもんね。うん、私も押したのみたいなこと言ってたよね。そうか、そうか。つい SNS で事件のことを調べてしまうみたいなこと言ってたね、今最後の方でね。 でも確かにあるんだよな見たくねえな見たくねえなって思う記事なんだけど、あまりにもこう、日常的にさそういうね、ニュースとか見てると、なんか続きちょっと気になったりする自分もいるんだよなそうね。なんかあの、YouTuber さんとかでもさ 炎上したっていう話を聞いたとするじゃん。誰かがね。誰かが炎上したって聞いたとして、そんなに興味ない人なんやけど、なんかその炎上したことによって SNS でバンバン話が出てくるやん。であの人はどうのこうのとか、自分の仲いい人でさえもさ、あの人はどうのこうのって、なんかその否定的じゃなくても、何にせよ何かの意見を言ったりする人もいるわけじゃん。で、 なんかそれを見ると気になっちゃって結局自分も調べたりするみたいなねあるよねうるせえこれえー、っと電車に乗るとこまでって結構先だっけとりあえず赤ちゃん見に行くか赤ちゃん 静かに、ね、息を立てているはいで電話が鳴るんだよねなんねえなあなたはい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 壁ドンされてる早い壁ドンが壁ドン早え壁ドンまでのタイムラグないよね泣いた瞬間壁ドン それやったらもう生活できないよねでもあのお家選ぶときにさこれ僕若いときとかもそうやったけどさあのー、夕方ぐらいとかにその入りたいなってお家に行って内見っていうの内見内覧内見するじゃん あの隣近所とか上とかに子供がいないかどうかは聞くよねどうしてもっていうかみあの確認しちゃうねどうしてもねうんその住んでる方も気使ってるだろうしねうんでもそれでもあのー、こいつマジで嫌がらせしてんちゃうかっていうぐらいうるさい家もあったりするけどね うん、僕、昔ね、あの奈良の天理っていうところに友達が住んでて、でその友達が住んでたとこの、えっと、マンションの部屋の、えっと、隣の隣かな隣の隣なんだけど、えっと、一番角の部屋なのね、その部屋は。で、その大学生の方が住んでたんだけど、めちゃくちゃうるさくて。<laughs> いや、マジの。 びっくりするぐらいもう毎日、あのー、それこそ3人4人ぐらいの若者の男性女性関係なく、あのー、キャッキャッキャッキャウフフしてるあのお酒飲んでワーワーとかあーサッカーの試合とかあったらそれを応援してる声だとかがマジであの窓とか全開でワーってこう応援してたりしてるんだろうけどそういうのがめちゃくちゃ聞こえてきてさ。 大変、大変っていうか、マジでうるさかったの。あれは確かに困るわうん。僕の友達はもうその時間帯だからもう帰るの嫌だから、彼女の家に行ってましたね。うんまあ言って、そこから本当1年、まあ大学生だと思うので、えっ、ー、と、卒業したとともに多分いなくなったんだと思うんだよね。春ぐらいからはもう、 静かになったんでただ、あのー、実家にいる頃ってさ、結構自分も気にせず、お家の中歩いたり、そのね、どんどんガタガタやってなかった子供の時って。どんぐらいうるさくしたら、どれぐらい迷惑かかるかとかもわからんからさ、結構自分ち、その子供の頃住んでた家って、結構うるさくしてた記憶があるのよ、僕も。飛び跳ねたりとか。 そう考えるとさわかんないだけなんだよね、うん、分かっててやってるやつはも,うもちろんダメなんだけどわかんないだけなんだよねただそれ言うのも怖いじゃん年取ってくるとさなんか言いに行ってさうっせえなこの親父とか思われんのも嫌だしさまあ、関係ねえっちゃ関係ねえからさ だからね、むずいよねご近所さんトラブルってやつはね、うんまあ、トラブルを起こさないのが一番なんだけどね泣いてんな赤ちゃんやっと寝ためたいこれで家に帰れるあこれ暗転するんか。 ここも一緒だよね。ずっとね。この辺は。電車の選択肢までは一緒かな。電車降りるおじさんってすごいよね。でも、これうまいこと書いてるな。実際にあの、ネットで出るよね。こういう。なんかね。電車降りるおじさんとかさ。こういう言い方するよね。 あーこれお店特定してんのか。なるほどな。怖いね。まあでも実際その怖いな怖いなとか言いながらさ僕も X やってるし TikTok もやってるしこうやって YouTube でね動画とか配信したりもしてるわけなんで。 やらなきゃいいじゃんっていう話なんだけどさ <laughs> あここだな保育園の見学久しぶりの外出だから疲れたな嫌なことはなければいいよね常日頃あ違うわこれあれか自分じゃないなそうだそうだあの クソうるせえババアが出てくるとこだな。クソうるせえババアとクソうるせえジジイとクソうるせえ若者が出てくるとこだな。クソみたいな。カスみたいな。鼻クソみたいなね。やつらが出てくるとこだねでも実際なんか、俺実際ばっか言ってるけど、あのー。 それこそマジで体調悪い時とかもあるわけじゃないですか同じ妊婦さんだとしてこれ難しいところなんだけどさっきからおっさんとかがさなんか勝手なことばっかり言ってる感じになってて腹立ってるけど実際にそのね妊婦さんともう一人別の妊婦さんが乗っててその妊婦さんは体調悪い時でその赤ちゃんの声とかその普段からねそのなんかストレスかかってて とかでまあどうなんだろうなそんなこと言い出したらもうマジで何もできなくなるもんねこんな狭い世界にいろんな人がギュッと詰まって住んでるから揉めるんだな住み分けとか無理だしこういう分かった風なやつもムカつくんだよねまあ僕も今分かった風に喋ってるけどねうん。 だから僕のこのコメントとか発信していることにムカつくって思う人も絶対いるんだよ。これはもうどうしようもない。うん。擁護してほしいわけでもないし。電車降りますか絶対降りませんバカ野郎あと二駅だし、少し辛抱して早く家に帰った方がいいかもしれない。うん。少し辛抱して早く家に帰ろう。もう辛抱せなあかんのも辛いけどね。あ、何 嘘ミルクを吐き戻しちゃったあらららららそっかそっかそっか泣きまくっちゃったもんねお腹パッパンだったのかなうわ何これああ周りの人がこういう目で見てるってことかうんいや人の目気になるよねこういうのがねしかもどうしようもないもんな電車の中のシート汚したとかなっても あの赤ちゃんってさその大人と違ってこう軌道がまっすぐだからさいい,いいっていうか内臓までねだから履き戻ししやすいんだよねでもそういうのって分かんないもんね赤ちゃん育ててないとねあのティッシュよかったらこれ使ってくださいああ愛してるえあありがとうございますあ僕次で降りるのでついでに駅員さんに赤ちゃんが履き戻しちゃったって伝えときますねうわー そうだねでもこの人がいるかいないかによって本当に精神的な不安は全然違うよねそんなことまで本当に助かります全然気にしないでうちも同じぐらいの月齢の子供がいるのでよかったあの人が声をかけてくれてこういう人がいるおかげで周りの目線も変わるしねなんか急にうんここは一緒か あーだから、降りないっていうか、降りるっていうかだけの話だね。一応、そこのストーリーはちょっと変わるけど、ここは一緒なんだな。はいはいはい。はいなるほど。この後って何かあったっけあここの分岐はないってことだな。 後からそんな風に手のひら返すなら何も情報がないうちから中傷しなきゃいいのに俺は後から手のひら返さないからこれは正義の感覚の違いだね多分この子はこの子なりの正義があるんだよねこれアホみたいなこと言うてるけど言うてるように見えるけどうん 熱が出ちゃったんだねなるほどちょっと胸が痛いのでよいしょこの辺で戻ろうかなイエスアップあーあのー、そうだねちょっと BGM かけようか。 あ、怖い BGM だったわ。<laughs> まあ、いか、なしよりは。あのー、まあ、いろんなホラーゲームがあって、いろんなパターンのね、ホラーゲームがあって、ストーリーもの何何何、何々、何いろんなものがあるんだけど、こう、ちょっと、ね、対人間ってなってくると、やっぱ一番怖いというか、考えさせられるというか、実際に自分もそうだよな、とか、 あ実際にこういうの聞いたことあるなとかあ、身近なところでそういう話聞いたことあるなとかあ、体験したことあるなとかっていうのがどうしてもこうね、ぱッと目に入ってくるっていうか頭に入りやすいから、やっぱ怖いよね、この人間もののホラーっていうのは本当に怖い。怖いし、えー そうだねゾンビとかがわわ出てきてぐっちょぐちょになってさうわグロ気持ち悪とかじゃないなんかこう気持ち悪さがあるよねこういうのってねうんまあでもゲームとしてすごく楽しいものだったんじゃないですかね楽しいって言っていいのか分からんけどゲームとしてねうんまあでもあーリ,バンリーボンゲームズさんらしいというか、うん なかなかどぎついテーマのゲームでしたね。貯水槽の時もまあどぎつかったもんね。うん。巨頭とかはまだあーなんだろう。うーん。そうだね。こうまあホラーゲームホラーゲームしてた感じっていうのかな。脱出系というかね。こうなんか不思議なことが起こってなんか。 脱出してみたいなの、えーえー、ホラーゲームだったけど、今回はちょっとこのウォーキングシュミュレーターけどね、なんかいろいろ胸がギュッてなるような感覚のゲームでしたね。いやー、なかなか辛いものを見てしまった感じがありますね。<laughs> 暗くなっちゃった。<laughs> なんかあく、いらっしゃい、ありがとう。ニョキニョキ、出てきたのね。 運転しながら。あ、そっかそっか、その時間帯か。お疲れさん。気をつけて帰ってね。あの、ゲーム終わっちゃったんだよね。<laughs> あの、ほんと。集中してね、気をつけて帰ってください。よし。じゃあ、まあ、今日はこの辺で終わりますかね。時間もいい感じだね。うん。また、あの、なるべくね、生配信は毎日やっていきたいなと思っているんですが、たまにね、急に休んじゃうけど。 その辺もちょっとスケジュールとかもねえー、っとなんだろう決める配信をねこうしたいなと思っておりますあの何曜日がみんないいっすかみたいなとか何時ぐらいがいいですかとか、うん、そういうのもねであのあれなのよ来年の2月からは僕えっとフリーになるのでえっとマジでその1ヶ月間ぐらいはゴリゴリ YouTube になると思うんですだからその辺ちょっとまたね、えー、お楽しみいただけたらいいなと思いますはい。そうだね1月後半ぐらいからかな有給消化があるからね <laughs>、えー、みんな憧れの有給消化があるのでね まあそこを行くまでに、ちょっとある程度 YouTube の方もね、安定させたいなと思っておりますので、えっと、動画も毎日上がっておりますし、というばぜひね、見てやってください。というわけで、そう、終わってしまったの、ごめんね。アーカイブ、ああ、ぜひぜひ聞いてみて。ちょっとね、今回の、今日のテーマはね、ちょっとしんどいテーマかもしんないけど、まあまあ、ゆっくりね、聞いてみてください。はい。というわけで、 おじいでしたご視聴ありがとうございました。えー、チャットもたくさんありがとうございました。うん。また、次回の配信でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。んー、ちょっと待って。えーっと、ごめんね。リファインドセルフ。リファインドセルフって合ってるってゲームやる予定ありますかおじいさんにやってる。リファインドセルフね、ちょっと調べてみる。 どんなゲームなんだろうちょっとその辺も含めてちょっと調べてみるね。ありがとう。そういうあの、こんなゲームどうすかはめっちゃありがたいんで助かります。ちょっと調べまーす。バスありがとう、チュチュ。<laughs> 誰にでもチュチュする。ああ、はいらっしゃい、チュチュ。あ、忘れてた。ごめんごめん。ということで、また次回の配信でお会いしましょう。今晩の動画もよろしくね。じゃあねー。バイバーイ。